今回はフランス語で空を意味するルシエルという愛称が付けられた京急で走る一番新しい車両、線型の1890番台をご紹介します。車内はこんな感じ。明るい車内に赤いシートが並びます。座席はまた後ほど。扉には白い化粧板が貼られていて、真ん中には注意喚起のための黄色いテープが貼られています。ドアの下には黄色いマットが敷かれていますが、特にデコボコしていたりということはありません。すべてのドアの上にこのようなモニターが設置されておりまして、2つの画面で路線図などが映し出されます。隣には防犯カメラもありますよ。吊り革は丸いもので、一般のところが白、優先席付近では黄色となって区別されています。そして座席、赤いモケットのものが2人掛けで3つほど並んでおります。この座席、こんな風に向きを変えることができるんです。今は横向きに並んでいますが、縦向きにすることもできるんですよ。主に座席指定列車ウイング号などでは縦向きとなって運行されます。肘掛けは2人ずつありますので、肘掛けの争奪戦になることはありません。そしてこの座席の上のところ、頭の部分には若干こんな風な出っ張りがありますので、隣の方との干渉を防ぐこともできます。一般の部分が赤、優先席は青色となって区別されています。車体の外からでも分かりやすくなっています。また優先席の周りの手すりだけこんなような凸凹がついているんです。パイプ式の荷物棚にはウイング号で使用される座席番号のシールが貼られていました。袖仕切りは大型で全面ガラス張りのもの。肘置きとして使うことはできませんが、座席についていますので、この車両に関してはこれでもいいと思います。模様は座席同様、三浦半島の旅をイメージした波がデザインされています。窓です。大型のもので、このようにして上から開けることができます。またちゃんと日よけもついておりまして、フリーストップ式、どこでも好きなところで止められるタイプのものです。座席が重なるものの、ちゃんと下まで下ろせます。運転席すぐ後ろにも座席がありまして、あの座席はあの向きで固定となっています。景色も見やすいため、結構早々と埋まってしまうような印象です。そしてこの系列の特徴は、このようなとっても細い窓、中から見てみるとこんな風になっています。ペットボトルが1本ギリギリ置けるかどうかといった幅です。仕切り扉は所々設置されていない車両がございます。向こう側には設置されていますが、金属むき出し、冷たさを感じるものです。車内側から見てみるとどんな感じなんでしょうか。車内から見ても金属むき出しのものでした。アシストレバーなどは取り付けられておらず、西日本の225系とかで見られるような形状の持ち手です。結構重いですよ。そしてこの系列では京急で初めてトイレが設置されました。バリアフリー対応の大型のトイレで、入り口は木目調となっています。トイレの中もとっても明るく落ち着いた雰囲気です。閉まるときは結構速いスピードで扉が閉まります。トイレの前にはこのようなスペースが。フリースペースとの案内はないので、おそらく立ち席スペースかと思われます。窓の上にも手すりが存在します。そしてフリースペース、消火器と非常通話装置、手すりと一通りのものが備わります。箱の中には車椅子の固定用の器具かなんかが入ってるんでしょうかね。この車両ではフリー Wi-Fi も使えます。車内のライトは LED となっており、とっても明るい車内です。